市川海老蔵改め13代目市川團十郎白猿の襲名披露公演、8代目市川新之助の初舞台となる11月吉例顔見世大歌舞伎が7日東京歌舞伎座で初日を迎えた。夜の部の口上では先輩たちから愛ある激励の言葉を贈られた。市川左團次はお父様の團十郎さんはもうこれより高みに上ることのない役者さんでございます。お父さんは脇の方に追いやって8代目市川新之助さんをご贔屓にと新之助に期待を寄せた。数々の言葉を聞いて團十郎はありがたい素敵なお話を賜りましてありがとうございますと述べると、未熟者ではございますが先祖の足元にも及びませんが一生懸命努力して精進したいと力強く挨拶した。新之助も一生懸命愛努めますと述べた。松本白鸚の13代目さん、皆々様の無病息災を願ってしっかりと睨んでくださいとの声で、團十郎は一つ睨んでご覧に入れますると團十郎として初の睨みを披露した。目を見開くとどよめきと大きな拍手が送られた。公演は28日まで。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。